竹内優香と中村光弘の藤穴ラジオ本気で喋っていい。さあ始まりました。皆さんこんばんは。こんばんは、はい、本日パーソナリティを務めます入社13年目。なんで今疑問符ついたの。今わかんないんですよね、あんまり。竹内優香です。そして中村はこの方。台本通り読んだね今ね入社17年目中村光弘です。よろしくお願いします。お願いします。光さん元気。元気です。あんまり会社で会わないね。うん、光さん久しぶりですね。ほんとお話しね。え、昔番組一緒だったもんね。え、すいません。何、あ、ちょっと待ってくださいよ。え、あれですよね。どれ。アクア。え、違った。ちょっと待って。ちょっと待ってください。え、間違ってなければ、はい、ユアタイム一緒にやってたよね。やってましたやってました。ミツさん、うん、そうだよね。アクアもやってましたね。アクアは同じ曜日じゃなかったかな。そうですね、何度か、あのユアタイムはやってました。本当にだからそれだけ記憶がない人と今からラジオを喋るってことない大丈夫かな。すいません、あの仕事っていうよりか、うん、なんかプライベートというか、うん、なんかなんていうんですかね、同世代のアナウンサーの輪でお話しするイメージです。おお、なんかいい感じのスタートになったねじゃあちょっと番組の説明だけさせていただきますね。はい、この番組は私たちフジテレビアナウンサーが素をさらけ出すをモットーに YouTube と YouTube ミュージックで配信をしているラジオ番組となっています。ゆくゆくはいろんなポッドキャストでも配信していけたらいいなというふうに思ってやってます。これ次第でこの先が決まっていく。そうなんですよ、もう今手探り状態で、まあ、若干スタートから心折れかけてるんだけどすいません一緒にやってたよね。はい、やってました。毎日やってたもんね。毎日、月曜から金曜、はい、毎日夜会ってたもんね。はい、うん、本当ですよね。本当だよね。大丈夫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 。いや、私本当に記憶力が年々落ちていて、うん、そんな年でもないでしょう特にあの20代の半ばから30代まで、はい、あんまり記憶にないんですよね。なんで？日々他今でも忙しかったから。忙しかったのか、うん、まあ、日々こなすのに一生懸命で、一緒にやった番組のことはすいませんわ、大丈夫大丈夫、そんな気にしないで。懐かしいですね。この前これあれ生野さんとやったんでしょ。はい、生野さんとさせていただいて、子供が同い年、うん、一回あの一緒に遊んで、ね、遊ぶというか、はい、行きたかった。そうですよね、うん、ミスさんも、ミスさんとあと榎並さんのところも同い年なので、うん、集まりたいねって言いながら、でも最初はまあちょっと女性陣で、はい、椿さんと生野さんと私で。いいね、よかったですね。大きくなった。朝からなんで、うん、大きくなった。大きくなりました。もう2歳半ですよ。2歳半。2歳今3ヶ月ぐらいかな。お話します。話す話す。あ、なんかこの前生野さんが乗り物の名前をすごい言うって言ってました、ね、目に入った働く車は大体もうすぐに口出して興奮してる。なんかそう、変わらない。工事現場の車が好きだって。ああ、もうそうそうそう、ね、重機。あ、そう、重機、ね、重機の図鑑とか買ったもんね。へー、ずっと読んでる。上の子はね、絵本が好きなの、はい、物語とか好きなんだけど、うんうんうん、下の子は図鑑だもんね。いや、やっぱ男の子で男女差がね、面白いですよね。あ、言ってた、クラムシェルね。あ、それそれそれ、はいはい、はい、もう大好き。うちもです、乗り物が。いや、でももうなんか日に日にやっぱ魔の2歳児って言うじゃないですか、うん、だからやっぱりこう理不尽なことでよくイヤイヤしてますね。イヤイヤするよね、うん、いや結構激しくて、おー、うん、まあお母さんがね激しいからねそうですか。生野さん表では、うん、私は全然なんか怒らないよねみたいな感じ。イメージはそうね、おっとりしてるイメージはあるけども、はい、そりゃ芯の部分は強いでしょう。あ、そうですか。いや、もう本当に、もう本当になんて言うんですかねでもそんなバレるほどあんまり、いや、うまいんですよ、だから九州の女性っていうのは九州の女性はよくご存知ですもんね、はい、どう、自分であんまり強いと思わない。丸くなったなって思います。昔からそんなほんわかしてたじゃない。ほんわか
してるようにするのは、まあ、得意、ね、ほらそれなんですよ。そうです、これがね本当に得意ですね。あいやよく言うもんだよね、3歩下がって、あそうですね、なんて言うじゃない、言うです、言う、ね、2歩下がって家だと3歩前に出てくるからね。もう強い強い、結構前に行きますね、3歩くる。そうなんですか、うん、じゃあ生野さんがやっぱり先頭切って、そうですね、でお子さん、はい、最後に水さん、何その犬を飼ってる家のヒエラルキーみたいな。いやちょっとイメージが、そうかなって、もう土台支えてますよ、ですから、ああお父さんが包み込むように、包み込むように踏みつけられながらも一緒にこう支えてますよ。じゃあ、ね、やっぱりお子さんを叱る役っていうのは翔さんになるんですか。はあ、どうかな、パパが結構ビシッと言います。うん、へえ、多分そうね、言う、水さんがどういうこと、どういう感じ、あんまり想像つかないですね、ビシッと言う、もうじゃあ本当にはっきりさせる、いい悪いの境界線だけ越えたらもう、意外でした、っていうのはもう徹底する。あそうなんですね、それ以外はもうダラ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 キャッキャキャッキャしてる、あ一緒に遊んでくれるお父さんみたいな感じ、遊んでるのか遊んでいただいてるのか。本当体力ね、はい、必要だよ ね、 うちも結構抱っこまで、ああ抱っこ抱っこなので、でも今ちょっとこう抱っこさせていただいてるって思うように、ああいい、本当あっという間だもんねって言うじゃないですか。でも今は辛いんですよ。わかる。早く。もう歩けるでしょとか言って言っちゃうんですけど、ぐっとやっぱりこうこらえながら、わかったじゃあそこまでねとか決めて、抱っこさせていただきますって言って抱っこしてやってます。僕が4歳か、うん、だから2つ離れてるんだけども、まあ、夜な夜な結構昔の写真を振り返るのが好きで、一人で。わかりますよ、わかります。ああ2歳ってこんぐらいだったな、えあっという間じゃないっていう気持ちになって朝を迎え、よし、なんか尊い時間大切にしようと思いながら朝を迎え、朝からキャッキャキャッキャなって幼稚園バス行くよ急いで急いで、いや言っちゃうんですよね、夜のあの美しい心に入れ替えたお父さんはどこに行ってしまったんだろうっていう。いやわかりますよ、もう夕方のドタバタの時間とかは、ああもう早く急いで食べてお風呂入るよ、ねねね歯磨きするよとか言って次から次に言っちゃうんですけど、やっぱ寝顔を見ると、ああさっきはちょっと言い過ぎた、なんて可愛い、まだ2歳、人間に生まれてまだ2年しか経ってない、生まれてきてくれてありがとう、元気でありがとうって思うんですよね。思うんだけどね。まあ親も成長ですよね、一緒にね、反省しながら。そうですね。なので子育てを経てちょっと丸くなったなって自分では。うん、もう、うん、旦那さんにご主人なんかこう、うん、不満とかないの？不満？まあちっちゃいことはいろいろとありますよね。うん、でもそんな大きい不満はない。大きい不満は今のところまだないです。できたご夫婦。でもなんかちっちゃい不満ももうその都度言うんですよ。私は結構だからたまらず。はいはい、一緒一緒だ。あ一緒ですか。チクチク言われます。チクチクって言って。そうだ結構ドスドス来てる。ドスドス来てる。あドスドス。ドスドス来てる。あもうさ、はい、あれだよね。もう本当何これ大丈夫かな。うん、もう不満。不満ではないですよね、うん、ちょっと奥様にはこれ内緒の日常の話、はい、そうです素をさらけ出すんだもんね、うん、1言ったらさ、うん、もう2万ぐらいで帰ってくるじゃん。うちも同じこと言ってます。本当、うん、やっぱ、うん、同じこと言ってる、うん、これじゃあ九州限定商品じゃないのかな。私夫にああ言えばこうゆかちゃんって言われます。あそんな本当にもうああ言えば醤油子みたいな醤油子みたいなもん。そうなんですね、うん、もう倍返しなんて可愛いもんよね、はいはいはい、半沢直樹なんて可愛いよ。もう本当にもうでちゃんとなんていうの男性側っておそらく論理的にさ言っちゃうんだろうね、はい、冷静に組み立てて説明をするわけです、はいね、そうするともうバーッと返してきて、うん、おそらく本人もちょっと引っかかるとこあるんだろうね。あ違うとかあったのかなと思っても、うん、歯止めが効かないときはもう違う話をほじくり返してきてこうよねみたいな上積みしていくわけ。
ほいでドーンって倒れてきたの。何も言えねえ。同じなんですね、みんな。そうなんだね。そうなんですよ、きっと。今度、お父さんと。そうですね、一家でちょっと会います。面白いですね。本当。同じこと言ってる。言ってます、言ってます。これを誰かに言いたくてさ。なんかそういう仕事が向いてるよってすごい言われるんですけど、あ、もう検事みたいな、そうそう、検事とか向いてたんじゃないって、全く同じこと言った本当ですか、すごい、そういう方もやっぱあるんだな。そうだね。でもそれでうまくいってますよね、きっと。うまくいってるっていうこといいですかなんか溜めちゃったけど、うまく、はい、楽しくやってる、楽しく、ね、なんだかんだ。そうだね、結局だってそれでちょっと笑っちゃってますもん、夫。そうだね、うん、私がこうやっぱりこう何か見つけて、ピークルメるんで、はい、自覚あるんだ自覚あるじゃん違う、それはね、引いてるんだよ、はい、引いてくれてる。お父さんは一歩クッと引いてし、このままだともうゴールがないとね、うん、引いてグッとこらえて耐え忍んでいるの。 ね、それは感じなかった。いや、でも感じて、うん、だからちょっとこうイラついてるのも分かる時もあるから、うん、こういう時に楽しめなきゃダメだよって言って何でも面白どの口が言ってるんだよ何でも面白がって、はい、なんで面白がれないの、こういう状況、 あごめんなさい、すいません、てへーみたいな、はいはいはい、そういうリアクション取ったらみたいな感じでまたちょっとこう指導をし、はいはい、もうそれに笑っちゃうって感じです。ああ、いいね、うん、そうなんです。ちょっとこう本気でシュンってされるから、うん、なんかそんな顔されると私が悪いみたいなんだけど、いやだって本当私が悪く見えるじゃんって言うからね。いやまあそうですね、うん、私が悪く見えるじゃん、うん、そう、私が悪いみたいに言うけどさ、うん、でも原因はそっちのその行動にあったわけでしょ、はいはい、だったらあごめんねって柔らかく笑って返すぐらいすればこっちだってもう仕方ないなとか言って面白くできるのに。いや面白く返したら絶対また怒るんだって言われた、確かに言われましたでしょ、うん、それはそれで怒るじゃん。ああ、そうでしょ。いや、そんなことはないよ。で、じゃあ次の、そう、そうちゃんとね覚えてるの、うん、そう言われたこと、うん、次の時に実践するわけ、はい、言われた通りに、うん、そうすると何笑ってんのってなるでしょえ、この前言ったよね、あの楽しく笑いにすればいいじゃんってやろうと思ったんだけど、うん、いや全然面白くない。いやでもなんかごめんねてへってやったらいい感じになるじゃないって言ってたじゃん、うんうんうん、はい、いやその時期じゃないもうなんかどんどん、そうだから、そうですね、ショーンさんの気持ちは今とっても分かったのは、うん、多分そのテンションで収まる話とそうじゃないちゃんと返してほしい話っていうのやっぱあって違ったんだと思うんですよ、はい、なんか今家にいる感じがするんだけど私は今分かりました。分かった。あ、そうなんだ、はい、多分そのちょっと使い分けが違ったんだと思います、うん、個人的に思う今笑っちゃいけない場面のこっちが注意するとか、うんうんうん、ちょっと嫌なことを言うと、うん、もうてーって返してくるわけじゃない、だってそっちは、はい、今全然笑うとこじゃないんだけどって言いながら、うん、ペロみたいな、ペローで返してきます、ペローで返してするの、その場合は、いやこの前おっしゃいましたけれどもあのこういう場面は笑うとこじゃないし今結構真剣に喋ってる、いや今笑いに変えようと思ってる、うん、いやだからこれは笑う場面じゃないよねみたいな、うん、でもそれはそうやって話し合って、うん、積み重ねていけばいいじゃないですか。ゴールがないのこっちはなんとかうまくルール作りじゃないけども、うんうん、そういうパターンなんだっていうのを積み重ねて歩み寄ってだよ、正直なところ言うと、はい、情報を繰り返し、はいはい、そちらに合わせ、はい、何度も悔しさをと涙を飲み込みながら、はい、そちらに情報し続けているのに毎回なんか更新してくるわけですよ。でも新たな関係性をこう、うん、生野さんも模索してるんだと思うんですよ。なんかもう本当そういうこと言うよね多分、うん、いろんなパターンを積み重ねて、うん、これ終わりなき旅だね、だからねそうですね、そういうことだね。そうです。だからなぜこっちが毎回我慢をして、うん、情報して、うん、その上積みしていかなきゃいけないのかと、
まあ、所詮他人じゃないですか。また究極論出してくるね。所詮は他人、はい。だからそうやって話し合って、お互いこう空気を読みながらやっていくしかないじゃないですか。読んでやってるのこっちは。うん、その積み重ねですよ。いや、最後絶対力技で終わるじゃん。力技。力技だよ ね。パワープレイ。パワープレイ。そんなつもりはないんですよ。自覚ないんだよね。うん、でも最後は勝って終わりたいじゃない。その時間は、まあ、引けないじゃない。そうですね。引けない。そうですね。そうなんですよ。バックギア壊れてるもんね。たまにゆっくりブレーキは踏めるんだけど、あ、そうですそうです。戻れないのよ。ペースをスローダウンはできるんだけど。言われて今、まあそうですね。はあ、そんな気がしますね。常にクリープ現象をずっとなんかこうゆっくり圧力かけてくる。これ見たら怒れるな。でも翔野さん一緒です私も。いやでもなんか、うんうん、どこも一緒ってことですね。そうだね。でもなんか芯がしっかりしてるからすごくいいなと思う。ありがとうございます、うん、子供に対してもねやっぱりね、はい、優しいし、あ、そうですね、うん、子供に対しては全然そんな気持ちは、本当にいいお母さんだと思う。 ありがとうございます、うん、しっかりもう、あ、もう結構同年代で遊ぶような感じで遊べるし、うん、あ、はいはいはい、お父さんやっぱもう力技とかでさ、うんうん、投げちゃったりとか、はいはいはい、キャッキャキャッキャしちゃうけど、やっぱり一緒におままごととか絵描くの楽しそうにやるしさ、すごく一緒に楽しめてるなっていう感じが、あ、そうですか、すごくいいなって思う。あ、翔野さん、うん、でもあの一緒にその朝ごはんを食べた時も、うん、子供目線で、あ、そうだね、次絵本飽きたら、飽きめなっていう空気を感じたらさっとこうクレヨンをパッて渡したり、あ、そう、外ではそうだね、外で誰か他の人がいる時には迷惑かけないように、なんかそういう先回りはするんだけど、まあ、大体家でやってるの僕だけどね、それはね。そうなんですか。いや、そうでもない、いや嘘、翔野さんがやってる。いや、そんなことないと、あれだって普段やってないとできないです。そうね、うん、多分もうほんとほったらかしっていう方もいると思うんですけど、ほったらかすのも大事っていうよね、やっぱり自分たちでしっかり遊ぶように。あ、全部手をかけちゃうと、あ、そうですね、まあ、物理的にはやんちゃな2人だから難しいんだけど、私も無理ですね、結構手かけちゃってたなと思いながら1人目の時、うん、1人目なのでうちもまだ、いや、まあまあ、かわいいもんね、かわいいからついやっちゃうんですけどね。ママ大好きでしょう、うん、ママ来て、ママ来て、でママ大好きって最近聞くようにして言ってほしいから、うん、ああ、ママ大好き、パパは大好きないって言うんですよ。それちょっとうちと違うかな。そうだからママはちょっとうちと違うかな、それは。本当ですか、うん、パパ大好き、パパかっこいい、どっちも二人とも、え、教えてないよ、うんうんうん、もう言うの、もう外でも言うから、それ恥ずかしいから外でやめてって言うんだけど、でも嬉しいですよね、恥ずかしいよね、コントになってる、だから外で電車の中とかで、パパかっこいい、お家で言ってありがとう、お外だからな、ありがとう、分かってる周りに聞こえるように突っ込んで、なんか上手にやったりすると褒めてくれる、いいですね、もう嬉しいよね、うちちょっとこうひねくれてる、ポテト食べるみたいなっちゃうもんね、ポテト買っちゃう、ポテト食べる、スイカ買ってあげちゃう、なんでですかね、いやいやいや、なんか今ひねくれ、まあ、いやいや期だから大好きって聞くと、うん、大好きないとか言って言う、かわいい、で多分そのターゲットになってるのがパパのだけで、うん、私もしつこく聞くとママ大好きない、へえ、もういやいや決めって思いながら、あら素敵、微笑ましい、もう今しかないこの可愛い時を、そうだね、ね、そう、本当に見ていようと思ってるの、フジアナラジオ、本気で喋っていい。じゃあここからはフジアナ相談室、いいね、ラジオっぽいね、はい、私たちに相談したいということが来ています、はい、メールいただいてます、答えられるかな、はい、ラジオネームはっくんさん、はい、フジアナの皆さんこんばんは、こんばんは、僕は
女性と食事をする際緊張してしまい、お箸の持ち方が変になったり食べるのが遅くなったりしてしまいます。汗、どうしたら緊張せずに女性と食事することができるのでしょうか。ぜひご相談に乗ってくださいという内容です。どうでしょう、ミスさん。女性と、ミスさんに聞きます。女性と緊張せずに接したい、おいくつぐらいの方なんですか。わからないんですよ。あ、じゃあ50代ぐらいの男性、はい、かもしれないですし、10代の方かもしれないし。23歳。あ、若い方だ。ああ、よかったとか言っちゃったよ。絶対だ。緊張する。うん。だって、中高男子校だったから、あ、大学に行って、はいはい、もう本当喋れない、うんうんうん。というか、そうですね、もうあれだよね。本当恥ずかしいけど、かっこつけちゃうじゃない。はいはいはい。男子校出身の方多い気がします。かっこ、うんうん、もうなんか、もう全然見てないのになんか見られてる感じ意識しちゃったりとか。ミツさんもそうですか。もちろんもちろん。へえ。まあ緊張は。じゃあ気持ちが分かる感じですね、このハックンさんの気持ちが。うん、でもさ、箸の持ち方が分からなくなったことはないけど。食べるの遅くなったりしちゃうって。それはだって食事が楽しいから遅くなるんじゃない。女性のペースに合わせるとか、そういうことですかね。優しい ね, ね。緊張するっていうことはやっぱ楽しませたいとか、うんうん、相手を思ってのことですよね。それは素晴らしいことで、うんうんうん、どうしたら緊張せず、どうしたら緊張しなくなりますかね。こう一対一異性と食事するとき意識してるからかな。 あと横並びにするとか。はー、どうですか。なんかいや緊張するよ。横並び緊張します。顔がでもずっとこう正面向かい合ってる方が。あ、なるほどね。緊張しちゃいません。横の方が、まあ、たまにチラッと見るぐらいで済むというか。おしゃれなこと言うね。そうですか。でもそんな食事なかなかないか。いや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 、焼き鳥屋さんとかさ、なんかありますよね、探せばね。あるあるある。カウントいいよ。いいですよね。どうですか。答え出ちゃったじゃ ん横並び。いいアドバイスしましたね、今。すごいね、エマリコの相談室、うん、これきっとコンテンツになるよ、これ竹内相談室。うん、これいいと思う。竹内は昔は緊張とかしてた、はいはい、昔は、はい、してました。異性と、うん、そんなにしないかもしれないです。あ、自然体で。同性の方が緊張しちゃうんですよ。また何聞こうか。なんかこういろいろと、なんでしょうね、女性同士の方が気を使う、女性同士の方が気を使うし、どう思われるんだろうって、なんか小心者竹内出ちゃうんですけど、うん、異性だとまあどう思われてもいいやって、なんか結果を的にこう 思える強さがなぜかあって、なんででしょうね。男性、まあこれよく言うじゃないですか、星の数ほどいるみたいな。まあそうだね。ダメな自分を見せてダメだったらいい。ああ、同感同感。いいって思うから、うん、そんなに緊張しない。自然体でさ、はい、やらないと結局行き詰まるから、はい、この竹内を好きになれないんだったらいいですみたいな感じから。強気だよね。こういうとこだよ。あって、うん、いいよ。すいません、出ちゃいました。出ちゃってるよね、そういうとこ。でも、うん、いいとこ、いいところだよ。分かんなければいいです、私のことって感じがあるんで。いい、もう絶対に好きな人だったらやっぱ頑張りたいじゃない。でもそれでもそうですね、なんかその話し合いもせず、あ、こう食事をして、例えば、あ、食べ方変だで嫌われるとかだったら、なんかもう仕方ないなっていうか、それでちゃんとこう今のちょっと気になったからこう直してとか言われれば、うん、好きな人だったら頑張って直そうとか思えるんですけど、はいはい、だからその一緒に食事をすること自体に緊張ってことはないです。なんか背伸びをせずにだよね、はい、本当に自然体で友達で、ね、いやでも本気の時はさ、ね、やっぱチャレンジしたいじゃん。そうですよね、そうですね、本気の時ちょっと思い出していいですか。格好つける。本気の時、本気を出したことがないわけ。うん、思い出してきました、今、あのドキドキ。いや、それが楽しいし、いい思い出だし、充実した時間なんだけどね。あ、ドキドキ、あ、思い出した、なんか、はい、はい。その時のシチュエーション全部教えて。あ、
ちょっと食べたいのあっても、あ、食べたいなと思ったメニューがあったんですけど、もう結構頼み終わった後だったから、見送ったことあります。言い出せずに。気使ってるじゃん。気使ってますね。今思い出しました。そういう相談。ありました、ありました。どうしたらいいのかっていう。そういう時、あ、言えなくなりますよね。あ、飲み込みますね。確かに言葉をね。でも飲み込まない方がいいっていうことでしょ。自然体で接した方がいいとは思うんですけど、まあ確かに理想論でした。まあね、綺麗事だったね。綺麗事でした。うん。でも変に取り繕わない。それはあると思う。っていうのは、うん、あの常に心がけてはいます。全部そうだよね。就職試験の時もそうだけどさ、背伸びしても仕方ないし、はいはい、自然体で勝負して、うんうんうん、それで絶対に何かこう、うまくはまる時が絶対あるから。そうです。だからまあ緊張してお箸の持ち方変になったりっていうこともあると思うんですけど、うん、じゃあそれを、まあ、直そうと思ってなかなか直らなかったりするから、横並びにして、こう視界に入らないようにちょっと小細工するとか、横並び論を押すね。横並びしてこう視界に入らない、うん、あんまり相手がこう気にならないように仕向けてあげるみたいな。なんか言っちゃえばいいのにね、うん、もう緊張して箸が持てない。いいです、それいつもはちゃんと持てるんですよ、うん、今なんか箸って2本でいいんでしたっけ。いいです。2本ですよね、人差し指と中指、うん、はい、上手ですね。普段モテるんですよとか、うんうんうん、緊張してこうなってますって素直に言うとか、素直な、うん、そういった言葉って響きますよね。うんうんうん、嬉しいですよ。いいと思います。そういう自分の今の思ったままを言う、うん、頭遠くないようだよね。遠くないよう事前に用意する。いやー、まあある程度シミュレーションはするよね。うんうんうん、こんな話、はい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 、こんな、そうですね、いくつかネタを並べておく、ちょっと向こうの好きなものをついで調べておくとかね。うん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 、そうですね。ああ、事前準備、事前準備、なんかスポーツ実況の資料みたいな時ね。調べて、仕事の、でもそんな背伸びしちゃダメな、そんな背伸びしないの、本当にわからないんだけど、うん、ファッションが趣味だったらそれは何が可愛いのとか、あ、ちょっと言い方ごめんね、言い方が、はい、ちょっと気に、アナウンサーらしからの質問の仕方しちゃった。かわいいねってまず褒めるんですよ。ああ、洋服とかいつから好きなのみたいな、本当にわからないんだけど、うんうんうん、洋服とか似合ってるねって。本当に買い物とか行かないんだけども、うん、どういう服を着ればいいかわからない。ああ、相談しちゃう、相談しちゃうとか、わからないことはわからない、はい、できないことはできない、はい、で今緊張してることは緊張していると伝える、はい、どう、そして横並び、横並び、はい、いいんじゃないでしょうか。ぜひこれお試しください。結果を待ってます。はい。お待ちしております。お待ちしております。フジアナラジオ、本気で喋っていい。じゃあ続いて、みんなの趣味のコーナーです。はい。こちらのコーナーは皆さんの趣味とその魅力を教えていただき、面白そうだったら私の趣味にしようというコーナーです。教えてほしい。ちなみに趣味は、趣味、うん、ないんでしたっけ。でもね、ちょっと最近ね、はい、料理、おお、あ、料理、うん、この前ショーノさんに聞きました。本当、アジフライを今日作るっていう日が あって、はいはいはい、え、ミツさんがアジフライ、え、揚げ物するんですかってびっくりしちゃったんですけど。アジフライはね、うん、美味しい。いや、そんな全く手は込んでないけど、ね、すごい。でもなんかいいよね、揚げ物をするんですね。揚げ物をするね、めんどくさくないですか、ね、だって油の処理とか。まあね、でも美味しさが勝つかな。ああ、だからそうですね、揚げ物は揚げたて一番美味しいですもんね。じゃがいもとかも切って水さらしても、はい、ポテトフライとか、本当になんかみんなが頑張った日はポテトフライだ。おお、いいですね。子供好きですもんね。ハマるよね。うん。でもまたハマるというか、まあ、ちょっとまた生野さん、なんか本当に生野さんの話しかないんだけど。はい。なんでしょう。もうさ、切るのがうまいよねとかさ、うんうんうん、上手にね、乗せるわけですよ。もう今となっちゃう、乗せられてるって分かっても乗っちゃうの。嬉
嬉しいからね。そんな揃えられないとか、細いとか、うんうんうん、早いねとか、うんうんうん、彩りが綺麗とか、褒めて言われるとそう。褒めて褒めて伸びるタイプなんですね。もうノリに乗る男なので、はいはいはい、もう乗せられてるもん、またそういうこと言ってさ、乗せるんでしょとか言いながら乗っちゃうわけ。はあ、目に浮かびますね。でやってる人なんかどんどんやっちゃって、うんうんうん、結構レパートリーが増えてきてる。いや、さすがですね、生野さんは。うまく育ってるよ、ね、長男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 すごいわ、揚げ物までしちゃってどんどん覚えてる。いや、翔野さんってすごいな。じゃあちょっといただいたメールもご紹介しますね、はい、ラジオネーム上井俊彦さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。フジテレビラジオ開局フジテレビラジオ開局おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。自分の趣味は刑事ドラマやサスペンスを見ることです。おお。コロナウイルスが流行って放送がなくなってきて残念です。船越英一郎さんや片平渚さん、高島玲子さんのサスペンスもまた見たいです。見る？サスペンス。サスペンスあんまり見ないんですけど。翔野さんたまに夜洗濯物畳みながらもう寝かしつく終わった後、うん、はいはいはい、じーっと見てるから、はい、偉いな、ニュース見て勉強してんのかなと思ったらサスペンス見てる見てる見てる。日本のサスペンスドラマですか？うん、もう大体見終わらなくて、うんうんうん、また戻ってみたりしてるよね。あー、わかりますね、それ。あれ、この人、あれ、この人の関係性なんだっけとか、名前わかんないとかありますよね。いやー、すごいわかる。ゆっくり見てもらえる時間を作らないとなと思ってるけど、何回もそうですね、巻き戻して見てますね。確かにいい時間なんだよね。サスペンスね、ちょうど、もうハラハラするのよね、ちゃんと。うん、サスペンス、そうですね。そう、なんかこう自分の時間ないから 1.2 倍速とかで見ちゃってますドラマをこだわって作ってるの、ね、制作者は。すいません、本当にテレビ局にいながらあれなんですけど、時間がね、うん、倍速とかしちゃって。倍速楽しい。でも、あのサスペンスとか見るとやっぱこう気になるじゃないですか、ああ続きが。だからできるだけ最後まで行きたいんですよ。でもなかなか時間取れないから、もうちょっと倍速でバーッと見て。じゃ、小説とか結構最後読んじゃうタイプ、うん、はあ、いるよね。はい、そうなんですよ、ね、まあまあ人それぞれだけど、サスペンス確かにいい、ちょうどいい時間なのよね、あれ。2時間ぐらいのさ、2時間、そうですね、ちゃんと終わるしね、気持ちよく。いいですよ。他には？他に、じゃあ続いてハックンさんからいただいたメールです、はい、ございます。皆さんこんばんは。こんばんは。僕が皆さんにおすすめしたい趣味は、好きなアニメのフィギュア集めです。僕はドラゴンボールや悠々白書にハンターハンターなどの人気フィギュアを集めることが多いのですが、フィギュアの良さはキャラクターが2次元から3次元にグレードアップすることでより身近に感じられるようになることに幸福感が増しています。ぜひフジアナの皆さんもフィギュア集めを趣味にしてみてください、というメールでした。フィギュア、フィギュア結構好き。あ、好きですか、うん、何を集めたり？ UFO キャッチャー撮ったり、ワンピースの、撮ったりも。今ね、本当にすごい、フィギュアって、はい、精密、リアル、うんうんうん、確かに2次元から3次元だと、あ、こんな厚みで確かにこうだねとか、なんかね、集めたくなる、揃えたくなる、気持ちがとっても上がる。なんか集めたくなそうですよね。男性多いですよね、うん、ただ女性はわからない、うん、ちょっと私もあんまりわかんないんですよ、ね、なので集められないまたなんか頭抱えてますけど、お父さんのスペースがお家にない仕方ないですよ、お母さんの洋服はなんであんなにいっぱいかかっているのにお父さんの最初ね、お父さんスペースここねなんて約束してスペースにどんどんお母さん洋服が入ってきて、うん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 、なんかすぐにもと、いや子供の服も入れるからって言われて、なんかいや、あなたのスペースから子供のスペースを生み出せばいいのに、なんで私のスペースからさらに減らされてるの、同じ T シャツしか持ってないんだからいいでしょ
うん、そういうことか。今のうちの会話じゃないですよねっていう家もあるでしょうから、すごいなっていうお家もあるでしょうから、いやね、結構ね、場所取るけど並べると本当に綺麗なんだよね。うーん、あんま響いてないね。うーん、だって使わないじゃないですか別に。見るだけ、見るの、見るだけ。じゃあ待って、あなた絵画とか、はいはい、絵画、絵ね、はいはいはい、あの作品を、はい、何モナリザに対して、うん、これ見るで、見るだけ終わりみたいな言う見て楽しむ芸術があるわけですよ。あ、わかります、はい、ありますよね。ね、うんうんうん、映画も同じじゃない。じゃあ見て、サスペンスだってそうじゃない。見る、はい、見るの、はい、で見てその気持ちは大事にしたいですよ。お大事にしたいです、はい、そこで培った感性は、はい、でも所持しなくてもいいし、いや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 、その作品自分なりの並べ方とか、はい、組み合わせ方とか、はいはい、あるのよ。はいはいはい、この順番並んだらもう美しいとか、あのシーンと同じ並べ方とか、うん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 、それを見て楽しむんですか。おう、待って待って、他にも例えがきっとあるはずそのシーンを見返せばよくないですか。違います、それは違う。一瞬のきらめき、はい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 、そうですね、はいはい、アクセサリーとか、うん、そうですね、化粧品とかそうだから同じじゃん。もういや、フィギュアは一体一体それぞれに詰まった個性と美しさがあるけど、化粧品ってさ、はい、全部なんか同じようなやつとかさ、いえいえ、全部性能が違ったり、ちょっと乾燥気味な時はこれを使ったり、あ、ちょっと吹き出物が最近気になるなみたいな時はこっち使ったりっていう、やっぱ性能で分けてますから、全然違うんですよね。落ち込んでる時はこっちのフィギュアで、今日元気だけどなんかかっこよくなりたいこのかっこいいフィギュアでとか、そういうことではないな。ではないですよね、うん、なんか冷めてるね結構ね、趣味に対してみんなが一生懸命竹内さんに新しい趣味を見つけようって言って送ってきてくれるメールだよね。本当にありがとうございます。それに関しては本当にありがたいんですよ、うん、全部ちょっとね、いや、ありがたいです、ね、ありがたいです、はい、あ、来るかな、次もある。じゃあ続いて、はい、ラジオネームトムさん。トムさんお願いします。私のおすすめの趣味はプライムニュースを見ることです。はあ、私は高校生で勉強の合間に見ているのですが、反町さんの鋭い質問がやみつきになります。学べることがとても多いのでおすすめです。これおすすめですよねすすちょっと声大きくなっちゃったけれども、いや、これは本当におすすめですよ、勉強になります、羨ましいなと思ってね見てる、うんうんうん、いや、ここで学んだことは本当に、もう冗談抜きで、はい、生かされたというか勉強、あのなんですよね、知識が本当に増えました。面白いね、はい、うん、ついてる、うちも、あ、ついてます、うん、あの時間に終わればね、はい、家事家事っていうか、そうですね、家のことがね、そうですね、8時から、うん、そう、最近なかなかちょっと私は見られてないんですけど、やっぱりなんかこう時間に追われながら、うん、決められたスタジオ尺で展開する番組が多いじゃない今、はい、じゃなくてきっちりこう時間取ってやる、はい、プロ野球ニュースと ね、 ねプライムニュースはね、そうですよね、テーマを絞って、そう、でも今もあの録画して、例えば、まあ、難しいイスラエル情勢とかだとなかなか自分で勉強をどう進めていいかわからないみたいな内容の時もがあるじゃないですか。そういう時にプライムニュースを撮っておくととっても勉強になっていいですよ。疑問点とかもすら思いつかない時があるじゃないですか、ある、そもそもの知識が足りてない時、だからプライムニュースを見て、いいおすすめ、おすすめですよ。いや、すごいですね、高校生ですよ、偉いな、偉い、バラエティしか見てなかったな、見てなかったですよ、すごいですね。反町さんの鋭い質問が病みつきになるって、だってそういう大前提の知識がないとやっぱり鋭さがまず気づかない、気づけないじゃないですか、それそれって思えるわけじゃないですか、え、素晴らしい、素晴らしい高校生トムさん、はい、なので
ありがとうございます。いやいや、どうだったの結局それで。それで趣味みんな送ってくれたけども、竹内さんのために。そうですね、フィギュア送らせるだけ送らせといて、なんかへーって言って、サスペンス、そうですね、 To be continued でよろしいですか。 To be continued まだまだ募集していいですか。もちろんもちろん。あ、でもまあそうですね、こういうのやるとやっぱ素が出ますよね。なんか、家の感じもちょっと見えてきた。見えてきました。お願いだけしといて、やってもらって、なんか置いといてみたいな。いや、ちょっと待って、お願いしたから、まあうん、いやでもありがたいです。飲み込むの、これでまた言い返すとまた帰ってくるから、飲み込むの、次行こう。はい、はい、たくさんのメールありがとうございました。フジアナラジオのメールの宛先はフジアナアットマークinfo.fujitelevi.co.jp、 フジアナアットマーク info.fujitelevi.co.jp、 フジは FUJI、 テレビは TV です。本日やった企画以外にも募集していますので、詳しくは概要欄をご確認ください。さあ、ということで本日以上になりますが、みつさんいかがでしたか。なんかこう映ってると、はい、テンション上げて、ちょっと無理して喋ってしまう仕事から、なんだけどラジオ、そう、ラジオだとこうなんかね、落ち着いた感じで喋れるのがいいね。全然カメラ今気にしてなかったですよね。カメラ見ました。これは放送される一応、はい、顔つきで一応何回か目線送ったけど、私これまだ2回目くらいかもしれないです。頭と。どうもこんな感じでやっております。ラジオだと思うとなんか喋れるね、いっぱいね。はい。本当に今日は下野さんのいいところをいっぱい言えて、なんていうのかな。はい、私もぜひこれ下野さんに聞いてほしい。下野さんのいろんな一面を知れて嬉しいです。ね、竹内さん。今度あの下野さん、ミスさん2人でどうですか。そしたらでも。ミスさん、普段のミスさん、普段のミスさんになると多分もうすごい姿勢良くなるよ。なっちゃいます。翔野さんとなると、はい、なるとピッとして、はい、そっか、じゃあそうですね、素じゃないですもんね。あ、もちろんそれが素なのかもしれない。あ、そっか、そっちが素ですね。で、難しいな。うん、まあそういう回もいいですね、いつか楽しみにしております。そうだね。はい、ということで、はい、本日は竹内ゆかと中村光弘でお送りしました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。このラジオが面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。フジアナ、フジアナラジオ、本気で喋っていい。ちょっと違ったな。